こんばんは。よろしくお願いします。今日もね、配信させていただきたいと思います。こんばんは。あ、こんばん初は。体験ほでらほす。ら、文太さん。文太さん、忙しそうですね。買っちゃったんですよね、また。新鮮、ちょっとごめんな声さにい。元気がないようあ、な。本当ですか。大丈夫ですよ。ありがとうございます。すいません。ツイートちょっと勝手に拝見させてもらったんですけど、新鮮組ってあれ、昔あったやつです、のやつですか？プレステかなんかで。またなんか新しいのが出るんですか？新鮮組。ちょっとやってきますね、プレイオフを。私もプレステ2かな、なんかでやったんですよ、新選組のゲーム。なんかどんなんやったかな、なんか上段下段中段でなんか技があるみたいな。おお、ロングは体験版です。新選組は竜が如く維新のリメイクです。ああ、新鮮、竜が如く維新のリメイク。ワンバンあ、コ。ティーニーさん、ありがとうございます。今日来ていただいて。ティーニーさん、どうですか、オクトパス。最近、オクトパス三昧ですか？ PS2 の新あ、選組本当ではすか、ブンツ私もさん。やりました。あれ、面白かったでおすよもろいでね。すよ。あ、オクトパス？韓国の方かな。おお、ロナウ新ジー選ニ組ョ。大好きです。あ、そうなんですね。クロスストーリーとか出てきましクロた。ストーリー？ワールドカップロナウジーニョいましたね。かなりレアやな。おはようございまあ、す。カジカジさん、ありがとうございます。クロストーリーって何ですか？キャラとキャラのストーリーが交わる感じ。ロマサガ的なやつですかね、じゃあ。青ジーノ初めて見ました。ねえ、青ジーニョ。あ、カジカジさん、先日ありがとうございました。配信の時に、いろいろとこう、なんていうか、アドバイス、していただいて、やれた。その青ジーニョにやられました。青ジーニョに。油断しました。あんな簡単に裏通されたな。いやん、いやん記です。憶が全くございあ、ません。あれです、あれです。コムさんのことです。ありがとうございました。助かりました。コムさんの時のこと。それね、記憶が全くございませえ、ん。マジですか？嘘。 そうなんですか。そこ掘り込む、マジですか。この方、ちょっと、あの距離で出されたらきつい。読めないな。あの距離のロングパス、ミドルパスはきついですね。まあ、昨日実はフレマをね、いろいろさせていただいてね。年だけは取ってるのですね。ね、やっぱりポゼッションしっかりしたいなっていうのを改めて思ってですね、こう目指して255本1試合ぐらいやっぱりポゼッションしたいなっチンていポう。ジション。こらこら、ヌーキーさん、あ、ヌーキーさん、先日ありがとうございました。ヌーキーさんも前回の日曜日の時ですかね、配信、コムさんの時、いろいろと気遣っていただいて、
じゃあ433やらなあかんやん。そうです、433にしてます。あ、ダッシュさん、ダッシュさんどうすか、デュアルセンス H。 ちょっとあのブンツさんでしたっけ、ツイート拝見させてもらったんですけど、あれクイックにしてる、書いたんですか、右なんかね、あのキーさん、キーさんもねデジクイックにしてるみたいですよ。買いました。僕も高級コントローラー買いました。ヌーキーさんも、おー、おめでとうございました、ヌーキーさん。ついにヌーキーさんもスティックちょっと調子悪いとおっしゃってましたもんね。やっぱクイックか。うん、キーさんはクイックの方が。さすがに左に走りっぱなしは耐えられません。それで逆にプレイ出てできてたヌーキーさんがすごい。こんばんは。あ、イッサさんこんばんは。なんだかんだみんなあんな勝ってるしょう。ねえ、みんな、イッサさんヌーキーさんも勝ったんですって、あのデュアルセンス H。 あ、みんな買いすぎ、ダブリダブリダブリ。ほんとね、だんだん買ってない方が少なくなってきたかもしれないですね。これツイッターやってる良さでもありますけど、やっぱツイッターみんなやってるから、みんな買うからね、羨ましくなりますよね。ああ、やっとスティックモジュールも買えました。あ、やられた。あ、本当ですか。いや、今まで買えてなかったんですか、ブンツさん。ダシさん、クイックの方がスキム出しやすいですか。僕左スティック高精度プラス3にしてます。ああ、マジっすか。私もですよ、私2かな、最初5にしてたんですけど、さすがに5はねちょっとやりすぎかなと思って、途中ねこう反応しない感じもあったんですよね。なのでね、あのさすがにそれはと思って、キム出すならクイックプラス2にしてます。あ、クイックプラス2ですか、やってみようかな。クイックプラス2か、それちょっと試してみようかな。私スキム出さあんま出さないんであれですけど、でもデジタルにして、あの選手切り替えはねしやすくなった気がしてるんですよね。クイックもね何回か試してて、どっちがいいんかなみたいな。でもやっぱああいうクイックとかデジタル系の割と反応がね、ちょっと倒したら反応するような感じの方がやっぱりスキムはいますよね。まあキーさんがね、スキルムーブ上手なキーさんが言うんやったら、なんか説得力ありますよね。私は左安定、右デジタルです。あ、安定、安定って何ですか。安定って元のやつですか。あ、シュート1本も打ててない。安定か。で、あのね、私も右ね、安定ありますね。ああ、大きく倒すまで一定の入力。あ、そうなんですね、安定か。しまった、これ今初めて知りましたがショー。今初めて知りました。うまい。今アクションゲームでスムーズな動きで書いてたので採用してます。あ、そうなんですね。今のパス見ました、相手の方の。すごいですね、あれ。
あれ、今のすごくないですか。グリッチクロスですね。あ、グリッチクロスなんですか。あれすごいですね。あれは全く対応できなかった。コンベア。あ、ベアさんこんばんは。危ない。どうですか、ベアさん。プレーオフやってますか。あ、そういえば右サイドバック決まりました。みんな違ってみんなええな。コンベア。あ、コンベア。あ、イッサさん。イッサさんか。迷う。終わりました。あ、終わりました。早っ。コンビーフ。コンビーフ。あ、違う。ブンツさんや。多分大きく変わらないんでしょうね。あー、そう。コンチャスー。あ、コンチャス、あ、え、ダチさん。あ、オフサイド。うん、まあやっぱり操作の仕方がみんなそれぞれ癖があるってことですよね、多分。だからそれにやっぱりこう合わないがあるんでしょうね。プレースタイルもね、違いますからね。おちんちんは癖ないですよ。あ、左曲がりです。ほらほらほら、ダッツさん。もうダッチさん、早速ですね。こんばんは。あ、こんばんは。今日もよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。今日も来ていただいて。コンタクトはブリマン。コンタクト、あ、そうや。ダッチさん、コンタクトに変えたって言ってましたね。名前がすんごい異なっとる。アブリマン。アブリマン。コンタクトは俺のが先輩なんだからちゃんと敬うんだぞ、アブリマン。あ、ヌーキーさん。あ、ヌーキーさんもコンタクトなんですか。アブリマンになってる、ダッチさん。あ、そういえばダッチさん、あの、私、あの、今日も処女ですね。ほらほら、伊佐さん、あの、送った時に私メッセージカードをつけたんですけど、ヌーキー先輩。あ、ヌーキー先輩、メッセージ入ってました。私ももうコンタクト20年選手です。あ、そうなんですね、伊佐さんも。皆さんコンタクトなんですね。私ちゃんと敬うんだぞ、アブリマン。アブリマン。私はラガン、ラガンです。ごっこさん、はい。あ、ロメさん、ロメスケさん、ありがとうございます、来ていただいて。ラタイ。え、ラガンです、ラガン。フィーファ楽しめバカ野郎でしたっけ。よかった、届いてたんですね。最近メガネと併用になりました。あ、そうかそうか、ブンツさんも言ってましたよね。ブリファン、ワイさんと3人で、こらこらこら。でも、あの、ゲームしてるときはね、私、あの、なんかブルーライトカットのね、メガネしてるんですよ。あの、夜は、昼間はしないんですけど、やっぱ目がチカチカするんでね。
そうすると、なんていうか、やっぱゲームした後ベッドに入るとちょっとティーファしてるとコンタクト乾きます。ああなるほど、 目開けすぎなんですかね、それもしかしたらね。ブルーライト横浜、あ懐かしいそれ。ヌキさん、目がバシバシになります。あー、瞬きしないんでしょうねそれ多分。わかります。僕もなりました。あ本当ですか、瞬きできないですね。ね、本当ね、このゲームね、いろいろ難ありですよね。そうなんです。255本目指してね。ああ、200本か。シュートゼロ。めちゃくちゃな試合してしまいました。ちょっと私もじゃあ変えてみようかな。ちょっとごめんなさい、一瞬。真っ暗になりますけどごめんなさいね。安定ですか。ああ、あタモさんこんにちは。ちょっとごめんなさいね、今安定か、ちょっと安定か、ちょっと安定はあと違いそうやな。こら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 、クイックか。あ、スカイさん、昨日ありがとうございました。じゃあ私もクイック3にしてみようかな、右。クイック3にして、ちょっと左はね、そのままにしてみました。スカイさん、昨日ありがとうございました。ほら、ヌキさん何？あ、そうか、そっきのやつか。ええやん、ええやん。ええやん、ええやん。ちょっと違いが分かるかな私に。でもその私もね、ダチさん言ってたようにね、右ドーム型に変えてみました。タボさんもおっしゃってましたよね、右もドーム型にしてるって。なんでね、右標準のやつやったんですけどね。でもカーソルチェンジ良きです。あ、カーソルチェンジ良き。クイックでも、クイックでも。あ、本当ですか。いえいえ、楽しかったです。今ロカテッリ携帯で作りました。あ、ロカテッリ、あ、そうなんですね。ロカテッリ、ダチさんも作ってましたよね。あれやっぱり結構良さそうですよね。まあ、私はちょっと重い選手使わないんですけど。オサイ、オサイ。あか。使ってみないとですが、可能性がある選手は作っておきます。あ、そうなんですね。スクラッシュさんのスカットに入りますか。アイコンだらけの。入れられるんかな。とりあえず作っとくってことか。今日何食べればいいですか。あ、ナチさん、 2% くらい可能性あります。 2% 少ない。 2% めっちゃ少ないじゃないですか、 2% って。今日はですね、ナチさん何食べましょうか。ラーメンか。お鍋どうですか。たまにはラーメン。たまには
皆さんラーメン好きですね。まあラーメン美味しいですもんね。お鍋、しめなしのお鍋いいんちゃいますか？前頼んでたチゲ鍋。たまにはラーメンもいいよね。こらこら、タボさん。昼間ラーメン食ってきました。ラーメンしか勝たん。皆さん。私はラーメン食べました。コッコさんはラーメンよりザーメンのがいいですほらよほらほね。ら、何言ってるんですか？鍋とラーメンのくだり毎日聞いてる気がします。T さん、ありがとうそうですね。こらこらありがとうございます。はい、えなつさん。確かにね、ほぼ私、鍋進めますからね。やっぱり野菜取れるの、簡単に取れるからいいですよ毎ね。回チゲ鍋聞いてます。今日はザーメン配信ですか？こらこらこら。オスチンチンマンマン。ほかほらこら、ゆうやさん。いきなりですね。おー、来なかった。おー、あかんかった。あ、コーナー、よし。そういう流れかと思って。さすがです。あ、いた。今のでちょっと1点入れられなかったのはきついですね。あれはものにしたかった。鍋以外でお願いします。じゃあ競歩処女です。野菜炒めにしブましょロンうズパックメソッドやりたいけどうまくいかないです。か。あ、そうなんですか。じゃないとスパゲティになります。あ、それは危ない。まあ一番わかりやすいのはブロンズ、何でしたっけあれ、アイコン SBC が来た時にパック向いてレア打って、75以下レート要求の SBC が来た時に、パック向いてコモン打ったらいいんですよ。今日はもう売れませんね。そうですね、今日は私もね、在庫処理かぶってん、もうひたすら出して1時間に数個売れるかどうかっていう。なんでね、その SBC で値段が動くんでね、普段今日みたいな日は正直何もって言ったらあれですけど、まあ、リベルタ、スダメリカナ、リーグワンぐらいしか売れないんですよね、こういう日は。こういう日は向かない方がいいんですかね。ああ、まあ私はずっと毎日向いてますけど、やっぱりね、やっててこう儲かるんかな儲からへんのかなみたいなのあるじゃないですか。分かりにくいおと疲思うんでれすよ。様です。あ、カオさんありがとうございます。来ていただいて。体調どうですか、カバさん。なのでこういう日にはそんな、 DW も来てないので、チンチン向くのは我こら慢こらしこらまこしら。ょう。こういう日はまあ、私はストックしてってるんで、どんどん向いて、レアとかコモンも、ただまあ、そうするとやっぱり、どんどんコインは減っていくんずっで、と向いてる W。そうなんです、ずっとなんです、私、ずっと、本当にずっと向いて、まあ、やる気ない日もあるんでね、そういう日はあれですけど、向やきる。癖つけた方が包茎から脱出できます。何言ってるんですだいか？ぶマシになりましあ、た。よかったよかった。昨日しんどすぎて竜が如くやったみたんですが、30分しかできませんでし やった。たんですね。ヒハハ無期芸だった。なんで、やっぱこういう日は向いても、やっぱりね、コイン減ってくし、売れないので、どうやって売っていけばいいんやろうみたいになると思うんで、こういう、SBC に合わせて最初は向いていくと、あ、
こういうのが売れるのかってだんだん分かってくるので、そうするとだんだん動きが分かってくると思います。なのでまずは今週金曜日かマーキーの日に向いて値段調べて売るといいと思います。でレアは貯めてチンチンチンチチンチン、あ、ゆえさんレアは貯めておいて、その何でしたっけあれ、アイコン SBC が来た時にまとめて売る感じでにしたらいいと思います。チチン、だんだん向き方が分かってくるのか。そうですそうです。まあどういうのが売れるのかってもやっぱだんだん分かってくると思うんで、関東方形の向き方、ほらほらほら、おちんちんと同じです。いや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 、こねた、あーちゃん赤かった、惜しかったな、今のはいけたかなと思ったんですけど。素材転売が脳死でやれるので楽です。そうです、そうですよね。ちんちんも向き方わかると楽しい。ほらほら、何言ってるんですかゆうやさん保健体育の授業ですか。違います違います。久しぶりに FIFA やると下手になるツイート、今日よく見たのでビビりながら DR やりましたが勝てました。さすが一日は大丈夫です。さすがやな。何日やらなかったら下手になるか検証したいですね。あ、最近簡単なパズル SBC が来ないのが困りますね。あ、まあ、やっぱり統計の授業入りますよね。ほらほら、トークンが来てないのもありますよ。トークンが来てるとやっぱ毎日簡単な SBC みたいなのがやっぱ来るんですけど、今トークンがないんで、そういうね、大きいというか、なんか大きいそのいいようなね SBC が来ないんですよ。カバさんは下手にならないので大丈夫です、向けてます逆に開けた方がうまくなることもあるで。ああ、まあでもそのね、ダチさんもね1ヶ月ぐらい空いてましたもんね。私もこのゲーム本作は、開幕からしてますけど、基本開幕からすること今まであんまりなかったんで、大体2、3ヶ月とか半年空けてとかやってても、やっぱまあイッサさん、僕まだ方形です。しばらくするとねやっぱ慣れてくるんで、そんな気にしなくていいと思います。ああ、また外れた。えコントローラー変えたら右を安定して向いてくれるだけで感動してますそれ何でもありじゃないですかそれチンチンは好感度です。チンチンは好感度、来た、ようやく来た。誰がソーローやフクレッツ言ってない言ってない言ってた。パストレーナのラインが死に賭けのじいさんくらいブルブル震えまくって大変でした。パストレーナのラインか。チンチン言った。こらチンチン低感度は困るでよ。え、私言うた今。ゲン打てくれた。おー危ない。言いました。言いました。あらま、やられた。なんで言ったんやろ。ああ、やられましたね。これは。チンチンにオフトラ入れましょう。え？チンチンが板についてきましたね。え？コラコラとチンチン間違えたんですかね。あ、そんなんありますかね。あ、失敗した。危な、危なかった。選手変えましょうか。この方ゲレイロ。コラコラチンチン志なんですかそれ志最後の志が面白いですね。
せっかくなので、はい、サブの黒い人たちは横に並べてサブに配置してください。え、ティンティンティンフォーオオ、ティンティンティンフォーオオ、ティンティンティティンポカチカ、ティンティンタケノコ、ティンティン志。あ、イッサさん、 B1 対決は誰が一番勝率高かったんですか。あ、そうや、ちょっと待ってください。これが元ネタです。ああ、そうなんですか。なんですかそれ。皆さん、なるべく長いコメントはちょっとここ時々対応できないです、ごめんなさい。普通の棒読みちゃんだとリズムよく読んでくれるんです。あ、そうなんですか。よしよしよし。ん、ね、昨日誰が一番勝ったんですかね。私、イッサさんに、イッサさんと私ガチンさんに負けて、他の方には勝てたので、あ、私、ね、昨日タックンに勝ちましたよ。タックンに、タックン昨日来てくださったんです。なので私3勝2敗かな。え、全員で6人、そうです、私3人かな。フレマやってるの聞いてなかったんですけど。あ、昨日はね、ちょっとニコ生時代の遺産ですね。コッコさんすごい。あ、本当ですか。たっくんいじけて今日来ないんですね。あ、そうかもしれないです。切れそう。だ、あ、出せました。昨日はね、ちょっとね、イッサさんスタートだったんで、あ、ごめんなさい。あの、なんで、すいません。もうこれもうこねまくりですよ、これもうこれこっからですよ。申し訳ない、これ。こねて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 。あ、よし、いけたかな、パス255。ああ、惜しかったな、254。クイックね、違い分からなかったです。先週キーカーに関しては全然問題ないですね。だから、あとスキムかな。イッサさん、昨日誰に負けたんですか。イッサさんは、イッサさん結構勝ってたんかな。結局誰がどんだけ勝ったかって話しませんでしたね。ダックンとガチンさんに負けました。あ、そっかそっか。じゃあ、でもイッサさんもじゃあ3勝2敗。ガチンさんがじゃあ勝ってったんかな。あ、ウィングさんフォローいただいてありがとうございます。チンチン、あ、ありがとうございます、モグさん。こらこらこら、ごっこさんの優勝ですね。そうなんですかね。ガチンさんなんかな。ガチンさんはスクラッチさん、ガチンさんに勝ったんでしたっけね。結局ね、みんな同じような感じだったんですよね。なんか本当にじゃんけんみたいに、誰かが勝ったら誰かに負けてみたいな。15万のバチキチク。あ、モグさん気づいていただいてありがとうございます。そうなんです、特別、ほんまの特別バチ作ったんです、アーティストバチ。コッコさんの部屋は下ネタ禁止ですか。あ、基本的にはね、禁止です。基本的にはダメですよ、そういうの。愛のある、15万。愛のあるのは OK です。基本って何ですか。愛のある嵐の下ネタはダメです。こらこらこら、ぬきさん。3人だけ勝ちましたが、あと負けなので、最下位私でした。あ、そうなんですね。Y さんどうやったんやろな。ガチンさんがじゃあもしかしたら、この方困ってるな、こねて。いけそうですね。この方もこねたらいけそうですね。申し訳ないけど。
ガチンチンやるな。ガチンさんかな、けかもしれないですね。でも多分スクラッチさんが CF の戦績的には一番いいんですかね。ほらほらほら、やりすぎた。な、何をですか。あ、あ、ゆうやさん、あ、ゆうやさん、セックスですか。これ何の話やねん。何の話ですか。すみません、やねんって言ってしまいました。なんで、なんでですか、ルーキーさん。ちょっと痛くなっちゃいましたね。私がってことか。え、違うな、今のは違うな。あ、しまった、リトリート入れてなかった。コッコさんは処女です。こらこらこら、おちんぽがですか。こらこらこら、ラッツさん、すぐ痛がるので。こっこっこっこ、こんばんは。あ、タック、あ、タックン、タックンじゃなかった、ヤナギさんやった。ヤナギさん、ありがとうございます、来ていただいて。カメさんは精密機器なので。こらこらこら、この方もこねますね。どうも、タックンです。すいません、間違えました。カメさんでわかったんですか。ん、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください。ああ、しまった。チンチン。こらこら、ダッチさん。コネ対決頑張れ。ねえ、この方結構ね、こねますね。意外とやりますね、コッコさんも。あ、やれた。どういうことですか。あ、そういうことか。さっきのやつのこと言ったのか。ああ。お前のコネは見切ったと言わんばかりのタックルされましたね。チンコネチン。いや、あれは地元帰った時はよろしくお願いします。あ、ぜひぜひ、長島ですもんね。何でしたっけ、さっきの、ね、スキルムーブをね、あの距離でやっぱり 出してもらえるとね、やっぱり読みやすいですよね。スキルムーブってこうモーションが固定、いい意味でも悪い意味でも固定されてるんで、やっぱり距離あって抜かれるとね、あ、距離あってやられると。ハマグリチンチン楽しみ。ゆうやさん、今のはしぐれでした。あ、ハマグリですよ。あ、いた。猫が僕のチンチン温めてます。こらこらこら、しぐれに美味しいですよね。あ、しぐれに美味しいですよね。私元は松坂なんですけどね、松坂のしぐれもね美味しいんですよ。結構ちょっと甘めのね、しぐれで買い合わせ、買い合わせでね、もつ煮いいですよね。あ、もつ煮、もつ煮、もつ煮、どてに、どてに。大阪のたこ焼きも美味しいですよ。ああ、あ、カバさん大阪なんでしたっけ。たこ焼きいいですよね、やっぱり。私大学はね、関西なんでね、よくね、たこ焼き食べましたよ。やっぱ大学のね、こう近くとかにありますよね。はい、バリバリのです。そうなんですね。三重は北と南で違いすぎてビビります。あ、確かにね、三重県長いんですよ。だから桑名あたりやとね、ちょっと名古屋寄りの文化なんですけど。今日はお忙しい中配信に来ていただきありがとうござちんちん。おお、すごいこねるな、この方。私が言うのもなんですけど、ちんちんも長い。こらこらこら、
でね、奈良に近い方やとやっぱかんだいぶ関西なんですよ。だからおそばとかうどんの出汁も三重県の中で違うんですよね。北の方は割と関西風なんですけど、南というか西の方はやっぱり関西風の薄味やったり、だから味噌も名古屋の方は赤味噌。たこ焼きどれ食っても美味しいと思うけど、本場のたこ焼きは違うんですかね。ああ。いいな、いろんな美味しいものがあって。なあ、確かに。本場はたこがチンチン。ああ、でもやっぱ本場のたこ焼き違う気しますよね。まあ美味しいのもあるし、安くて美味しいのもあるし、なんかこう、なんていうんですかね、いろんな種類のたこ焼きがありますよね。ムーキーさん一緒ですよ。え？今日フレマかと思ってました。あ、本当ですか。まあ早めに終わったらちょっとやりましょうか。今日5試合、プレーオフは5試合して本場の人が一緒言うてもた言うてもた言うてもた言っちゃいましたね、一緒ってね。なら安心して、そこらの汚ねえおっさんからたこ焼き買わせてもらいます。今、プロクラハーフタイムです。あ、そうなんですか。この試合で終わりです。プロクラ、あ、そうなんですか。プロクラ。すみません、まだ今2試合、2試合目 ?3 試合目ですかね。もうちょっとすみません。でも、カリッとじわっとは美味しいですよね、大阪。ねえ。普通にね、やっぱりね、たこ焼きってこう、プライム時段どこからでも FK 決めれて嬉しいです。ああ、羨ましい、ゆうやさん。銀だこも普通に美味しいですもんね、チェーン店ですけど。銀だこでもすんごい油使いますよね。あら、ほぼ揚げたこですもんね。30メートル正面で決めた時は増えた。すごいな、それ。30メートルは難しいですよね。銀だこうまい。銀だこうまいですよね。まあ揚げたこですけどね、あれがほぼ。頭の上が一番取りにくいって言いますからね。頭の上が一番取りにくい？何の話ですか。お疲れ様です。あ、木戸さん、お疲れ様です。腕を上げれないから、たこ焼きを3食に入れるという選択肢がなく、なかなかたこ焼き食べる機会がないです。あ、え、これどっちやな。キーパーの頭の上が一番四角って話です。あ、そういうことか。おお、危ねえ。今からペロチン作ります。あ、ペペロンチーノ。あ、ちょっとだけ見えてしまう。ペロチンいいな。叱責タイム。言いそうになっててくさ。こらこら。あ、すみませんでした。マイク死んだ。あ、大丈夫です、ごめんなさい。さっきチンチン言ってくれました、横っこさん。ほらほらほら。タコパとかしませんでしたか？あ、タコパしました。今もしますよ。大阪だけなんかな。私も今しますよ、家族でタコパ。娘がたこ焼き食べたいとかって。妻もね、大阪。タコパよくしますよ、カバさん。出身なんでね。怒られました？怒られてないです。しますが、市販に比べるとカスですね。ああ。東京のタコパは基本ネズミ講に誘われますよ。え、そうなんですか。
鉄板あります、ね、あ、嘘、決められた。え、ガスの鉄板、へえ、決められた。ちょっと動揺してしまいました。ビニエだ。ギリード。カセットコンロ用。あ、カセット用コンロ用のやつか。パコパコからパコパコですかね。ほら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 、柳さん。やっぱ一家に一台。パコパしたいですね。パコパコパコ。一家に一台たこ焼き器みたいなありますよね。いいえ、パコパです。パコパコしたいです。ほらほらほら、あ、スペシャ。コッコさんちでパコパオフ会ですね。あー、いいですね。了解です。パコパコって何のことなんですか。ちょっと待ってくださいね。コッコさんちでパコパコ会ですか。タコパです、タコパ。カセットコンロ2個並べて鉄板置きましょう。ああ、なるほど。いいですね。安西先生、パコパコしたいです。こらこらこら。ブーツさん、そんな名言をそんな。安西先生埋もれてそう。大爆発します。頻繁にギャンブルやってくれないと15万たまらないです。ああ。怖い、それぬうきーさん。カイガさん、そうかそうか。ああ、失敗した。釣れた。延長。まあ15万は無理だな。まあ15万は長いことね。でもパコパコなかったら俺らいないよ。1年くらい見てないと。まあそうですね。なんかちょっと長いのも作った方がいいのかなと思って。結局1万2万でも2万とかでも一瀬さんすぐ貯め入れるじゃないですか。だからそう、2万3万とかやったらあかんなと。で本当にこれね、あのアーティストはね、増やすことができないんですよ。あの本当に5個しかなくて、 VIP はね、あのフォロワーの方が増えたり、そのサブスクライバーの方が増えたりすると、あの増えるんですけど、あの増えないので、本当にね、あのなんていうかっていう意味でそんなにしたんです。途中で魅力的なアイコン確約チャレンジが入りまくるんでしょ。あ、忘れてた、それ忘れてた。それすんの忘れとった。忘れとった。アーティストって何。なんかね、アーティストバッジっていうのがつけられるんです。その本来はね、そのスタンプとか作ってくれたり、なんかあのサムネとか作ってくれた方にこうつけるらしいんですよ、配信者の方が。チンチンとかを作れるらしいです。で、そのバッジを、僕はガチの争奪戦だ。その特殊なバッジをね、ミドコンかもん。ミドコン？あ、ずっとツイッチ見てるけど最近できたんかな。そう、あ、そうですね。なんかね、調べたらね、去年できたんかな。去年のなんか秋、春か5月か6月か、いつやったかな、忘れたんですけど、にできたみたいです。意外と前やん。意外と、まだ1年経ってないぐらい。選ばれし5名のみなんですね。なるタコ、悔しいです。悔しいです。お、危ない、これ危なかった。ガチガチやぞ。カチカチやぞですよ、それ。カチカチやぞ。ちょっとね、入ったな。チンチンこっちこっちやぞ。初めてプロクラブやってて結構楽しいですね、これ。ああ、今の打てなかった。嘘。今の打てなかった。残念。あ、本当ですか、タボさん。レベル上げなくても全然やれるもんなんですか？全然スタミナが減ってないな。
後ろカチャカチャしてましたね。あ、ごめんなさい、初心者歓迎でやってます。あ、妻がいろいろちょっと片付けをしてくれたんで、それで申し訳ないです。あ、そうそうそう、 TOTW またムーバッペ来るかもみたいな来てますね。後ろで溶接かグラインダーかけてます。すいません、ちょっと妻がね今片付けしてくれてるんです、あの娘のプリントとかを、それでその音なんだ、すいません。あと10分、ちょっと落ち着いてね、これは。あー来た。すいません、お嫁さんがドライヤーしてました。あー、お嫁さん、あ、当たる。あー、ちょっと安牌に回しすぎた。まあ、お嫁さんいいな。ムバッペくるくる。ムバッペくるくる。この方、純也伊藤さんでめっちゃこねますもんね。バッテ赤金引くか。赤金、ああそうですね、今週末楽しみですよね。何か転売はありませんか。転売、転売案件ってことですか。ちょっと待ってくださいね。来た。あー、やった。あ、うっそー。この RW 便利なんよな。まあ確かに。あ、PK か。さっきの最後惜しかったですね。惜しかった。惜しかったですね。コネコネ対決。ああ、真ん中か。お花摘み。お花摘み。ああ、あかんわ。全然読めへん。お叱りの時間。お叱りの時間。よし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 。コラコラありがとうございます。ああ。コラ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 。よしよしよし、なんとか勝った。よかったよかったよかった。あ、ゆうやさん何してるんですかそれ。ん？ん？お花摘み？よしよしよし。よしよしよし、ナイスコラコラコラ、ありがとうございます。削除しないで。なんか削除しました。あ、削除したってわかるんですね。なんかゆうやさん変な落ちましたね。削除はない。あ、皆さん今日ね、ちょっと私配信のトイレって言っただけなのに、あのなんかね、何があったのか見れなかった。いい、あの何でしたっけ、設定書いたんですけど、
広告流れませんでした？広告流れないように設定できたかなと思ったんですけど、うまくいってますかね？お花摘み、お花摘み、広告流れた、流れた、あら嬉しいですね。そうなんですね。どうしたらあれ切れるんですかね。広告流れなかったです。あ、流れなかったですか。よかったよかった。あれ、モグさんは流れた。あ、ゆうやさん、サブスクありがとうございます。あ、モグさん、こねじろう、ありがとうございます。プライムサブスクすれば出ないんですよね。あ、そうですそうです、ありがとうございます。ゆうやさん嬉しいです。日によって流れたり流れなかったりで、今日は流れました。あ、流れたんですね。なんなんやろな。全部削除されるんだが。え、私何もしてないですよ。多分そのモデレーターに引っかかると削除されるんだと思います。時の流れに身を任せ、コメントするたびに削除しました。出る W。 え、本当ですか。何打とうとしてるんですか、ゆうやさん。それ多分モデレーターに、下ネタ打ってるのですね。そうです、あれ引っかかってるんですよ、そのモデレーターに。モデレーターですね。いや、このコメント打ってるだけ。あ、本当ですか。私なんかしちゃったんかな。チンチンチン。でも今コメント打っててますもんね。チンチンは引っかかります。こらこらこら、やりすぎたか。え、今のこのやりすぎたかっていうコメントも削除しましたって出るんですか。チン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 。こら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 、出てます。あ、そうなんですね。ゆうやさん、ちょっとゆうやさん、もしよかったら一回入り直してもらっていいですか。多分ゆうやさん自身がなんかなってるわけじゃないと思うんで。更新すればいけるかも。なんやろな、それ。そっか、これ広告どうしたら切れるんでしょうね。ただいま。あ、おかえりなさい、早っどうしたら治った。治った。あ、よかったよかったよかったです。おかえりあ、モグさん、モグさん、長い長い、モグさんおかえり。チェケラ、俺警戒されてるな。なんかまた撃とうとしたんですか、チェケラ。お風呂入ります。あ、モグさん、いってらっしゃい。覗かないでください。覗きません、覗きません。サブスクしないと警戒されます。そう、え、そうなんですか。そのムバッペ来たらね、 TOTW でサブスクされた方が警戒されます。あの、貯めてた TOTW のパック全部もう剥いたろうと思ってるんですよ。ペロペロチンチンできました。ペロチン。ほらほらほら、バチ取ったらマンコマンコもいい放題。ほらほらほら、お風呂でチンチン出しますので。こんばんは、ポンちゃんさん、こんばんは。バチが悪いのか、何なんでしょうね。ちょっ、ポンちゃんさん来てくれましたよ、皆さん。ポンちゃんさん、もう最近ハリーポッターやってないんですか。コッコさんのバチが欲しいです。げんこつ。あ、商談は各リーグで一つずつって感じですかね。あ、なるほど。ガチンゼロゼロ。そうですね、そんな感じっぽいですよね、今見てると。チンガアウト。今来てないとこどこですかね。もう全部来たかな。リーグワンも来たし、プレミア、 あとプレミアか。ハリポタは少し。あ、ハリポタは少しなんですね。いた。ベグさん本当に来るかなっていう感じですよね。鎮西よ。
いた。ビップバッジ数量限定なんですね。大泣き。アーティストバッジって何ですか。アーティストとギャンブルカモン。バッジは。神話ローマへ続く。あ、怪我した。あ、でもポンチャさん、あとね、今11名の方がビップになってくれてて、ああ、やってしまった。生き埋めさんのアイコン怖いんですよね。なんであと、ま、30個あるんで、それはまだまだ。個人的にはラポルテ来るのでありがたいです。ラポルテ来るんですか。ああ、ラポルテ。久しぶりにペペロンチーノ食べてますが美味しいです。ああ、ペペロンチーノ美味しいですよね。なんていうか、あれとの相性もいいですよね。ハムとかウインナー、ベーコンとかとね。シティ対ニューカッスルが来ますね。あ、そうなんですね。ありません、頑張ります。ペロペロチーノ。ポンちゃん、またじゃあ、かけしますんで。ストーンズ？あ、ストーンズ。ペロペロ。はい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 。ストーズでしたわ、すいません。ストーンズ、あーはー、あれストーンズじゃなくてストーズなんですか。ストーンズですね。この方プレス早いな。ちょっとリードしてますけどやりづらいな。ごっこさんの返答がなくなりました。あ、ごめんなさい。ちょっとジョリーンのスタンドはストーンフリーですね。え、ジョリーンのスタンドはストーン、それもしかしてジョジョですか。ジョジョネタかな、それ。スタンドって言ってるから。私ジョジョペロペロされてましたか。え、うん、うん、ちょっと待ってくださいね、モグさん。ストーン。ストーン。フリー。やった。スプリングオープン優勝しました。あ、すごい。500円ゲットです。すごいやん、モグさん。さすが。あ、モグさんじゃなくてカバさん。すごいすごい。カバさんすんご。すごいですね。大きいですよね、500。課金できるの。カバさんおめです。スプリングオープン試合始まった瞬間負けたんですけど、はい、なぜ。あ、それもしかしてなんかね。大泣き大泣き。あのね、なんかね、それあれですかね、チートなんちゃいますか。誰かもそんなんされて、ええー、ってな言ってましたよね。ありです、ありです。あり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 。え、初参加で気合い入れた瞬間負けて呆然としてました。ああ、そうなんですね。それやっぱりそうなんちゃいますか。なんか誰か、皆さん分かりますか、ポンちゃんさんが言ってるやつ。多分そうですよね。それでも悲しいねえ、それは悲しい。アリーベデルチ、あるえアリーベアリーベデルチ。そんなひどいことあったんか。
特定のユーザーがグリッチ使ってるやつですね。ああ、やっぱりそうなんですね。多分そうですよね。ジョジョ読んでください。ああ、ジョジョ。すみません。ボラ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 。ジョジョね、ちゃんと読んだことないんですよ。ブチャラティ大好きです。ブチャラティ？ブチャラティ？ブチャラティ？私は普通に1回戦負けしました。悲しみ泣き。ボラアレビーヤ。ボラアレビーヤ。はあ、もう全然わからへん。それなんすか？それも全部あれですか？飛んでいきな。コッコさんはジョジョジやなくて処女です。ほらほらほら。PS5 なので。チートはないと思いますが、ある動作を行うと発動するとかで引き起こしてるかもですね。ああ、そうなんですね。うまい。あ、いや、今のパスうまいな。あれは全く読めへんな、あれは。いやー、こうプレスかけてきてる、嫌やな。あかん、もうこのプレスが嫌。でもこれかいくぐれたら自信になるからちょっと頑張ります。よしよしよし。あ、もう後半なんか。ちょっと変えとこうかな。ああ、なるほど。木戸さん PS5 なのでチートはないと思いますが、ある動作を行う。ああ、なるほどね。そういうのがあるんですね。コッコさん、即プレと相手のドリブルビタ止め上がりますよね。ああ、そうなんです。今の相手6レーンくらいあったぞ。6レーン6レーン。あ、危ない危ない、書いてなかった。前線6人あれで攻めてきてるのかな。ちょっと話題の Y さんがちょっと試してたフォーメーションかな。落ち着いてね、サイド展開したらパスコース開くんでね。こういう風にね、落ち着いて。開いてきた開いてきた。やばいやばい。あー、やられた。あー、やられた。いやー、今のやられたな。うまく時短に体入れられてやられましたね。あーん、あーんです、本当に。ダッチさん、プレスやめてくれたな。もうね、ああいうのやられちゃうんですよ、残念やけど。これじっくり出らしてね。来た。ああ、あかんかったか。あれ、モドリッチじゃなかったらちょっといけたかもしれないですね。よしよしよし。
the final 15 minutes. Gomez, what can they do from here? Guerreiro. And return to Modric. Mbappe. Coming in Mbappe. What a save. あ、なかった。あ、ナイスナイスナイス。まだある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 。おお。あれ、スタミナの減りが早いな。なんか変な指示入ってるかな。これは。これはどうしよう。メッシー残しときたいな。フリーキックにね。なんか変な指示入ってますね、これ。スタミナの減りが早いぞ。来ました。来ましたよ。メッシ残しといてよかった。メッシの効果でズドン期待。来ましたね。スクラッチさん。今のやめた。今のすごいですね。拍手拍手、ありがとうございます。これはもうね、やっちゃってましたよ。来週こんばんは。こんばんは。あ、レモンさん、采配ズバリ。采配ズバリでしたね。でもこれもメッシは帰って帰れないか。もう帰れなかったまだまだ。ああ、あ、間違えた。あ、あと1本あるのに。今回は5に馬でですよ初歩的なミスしてしまいましたね。よしよしよし、よし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 、頑張れチンチン。ありがとう。あ、イッサさん、ちょっと違うけど、さ、忘れてました皆さん、あのあれするの何でしたっけ、あれ何度も説明されてると思いますが、すいません。あ、すいません、カマさん。アーティストバッジの意味教えてほしいです。あ、イッサさん、ありがとうございます。です。ね、アーティストバッジは、まあ、特別なバッジなんですよ。ね、今、皆さんが一番右に、王冠のマーク、これ、プライム会員の方がつくマークなんですけど、チンチンバッジが作れるようになります。ダッチさんもサブスクしていただいてありがとうございます。すいません、言うの遅くなって。そのなんかスタンプが作れるアーティストなんで、そういう機能がつくんですかね。ちょっと試しに、じゃあ、ちょっと待ってくださいね。イッサさんにね、ちょっと今、アーティストバッジつけてみますね。つけました。ちょっと、イッサさん、なんか喋ってくれませんか。ほら、こういうの、なんか一番右側のこれペンのマークだと思うんですけど、悪用しかされないバッジってことでお試し係。わあ、なんか可愛いのが。これがなんかつくんです。これ本当にこれ5個しかないので、なんかこのスタンプ作ったりできるんですかね。多分なんかそんなやつなんですよ。こんばんみ。あ、こんばんみ。あ、ケンさんやん。これはかけが命がけになりますね。そうですね。なのでこのアーティストバッジが
特集というかね、本当にこれ5個しかないんで、もうすみません、高くさせてもらえる。どうやって作るんですか。それがね、分かんないんですけど。すみません。チンチンバチ以外にありませんよね。え？なんかさ、調べて。毎回全額かけますよ。なんかね、まあちょっと、もうちょっと調べて。マジで欲しいです。あ、本当ですか。で、皆さん忘れてました、私。アイコン確約チャレンジ。ギャンブルかもん。しいやつですね。チャレンジ中でした。チャレン。今ね、この前ね、男と男のギャンブルチンチン戦いが始まるのですね。そんなんでしたっけ。この前、シュンクロさんが1個か。何も作れません。ポンちゃんも男になってくださいね。戦績 3-1 アイコン確約チャレンジ1月10日もう消された。あ、もう消しました、ごめんなさい。リスさん、アイコンチャレンジやってます。ポイント交換でアイコン確約 SBC 作戦 1-10 っていうのがあると思うんですけど、これ皆さんで10個貯めてくださったら今度のアイコン確約私作成するというやつです。今シュンクロさんが1個だけ入れてくれてるんで、つけて全額かけます。全額かけ。じゃあ、次かけ。ポンちゃんもつけます。白鳥ね。かわいいやつやん。今私3勝4敗なんですね。あ、3勝1敗なんですね。次のポンちゃんさん、試合でプレーオフ進出、ファイナル進出できるかどうか。ファイナル、それファイナル進出。進出できるでちょっとやりましょうか。じゃあえ、全額きついな、ついてないから半額でもいいかな。今3勝1敗です。どっちにするか決めた。決めました。2分。私はもうかけずに地道に貯めます。ヒッソさん、ヒッソさん堅実、意外と1000とか2000ぐらいかけてもいいんじゃないですか。唐揚げヒッソさんマジですか。こんなアーティストバッジとか追加されて。まあでもヒッソさん1ヶ月で2、3万貯めるでしょう。昨日15,000使わされたのに。ひどい。ひどくないですよ。ぜひね、皆さん何でしたっけあれ、アイコンチャレンジもね、ぜひやってみてください。後から追加して。せっかくだから俺はこの赤の扉を選ぶぜ。マジっすか。ひどいわ。石田さんすいません、なんかね案を考えてたんで、ずっとなんかないかなと思って。でも本当に石田さん1ヶ月恥ずかしい話、かけポイント変更できるの知らずに10ポイントだけかけてるおっさんがここにいましたよ。川さん、あ、そうだったんですね。10ポイントだけ。川さんかわいいな。あ、結構いい感じですね。全額ベッド行け、全ポイントベットしました。あ、本当ですか、ブンツさん。と言いながらできるに全部かけました。マジっすか。次勝てるか。そうですよね。でしたよね。次勝てるかです。今3勝1敗なんで、次勝ったら決勝進出確定。あ、イーブンぐらいですね。ちょうどイーブンですね。全部ベットしました。お、マジっすか、ダッチさん。あ、できないが増えた。かかったな。てめえら。2番だ。これ180全ベッド。皆さんの前についてる2番っていうのが、負けるにかけた人。1が。かける2半分入れたので、これでバチがもらえるかが決まりますぜ。頑張ります。1がかける2かけてくださった方です。俺だ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 。あ、カジカルさん、お、
できないに1万8000 なんでイッサさん。あ、でもイッサさん1やからできるにかけてくれたんじゃないの。あ、全力応援げんこつ、ありがとうございます。ポンちゃんに言われたらやるしかないよね。あ、なるほど。かなりベッド額いきましたね。結構いきましたね。いきますよ。おお、イメントされてますね。テケテラーレがちょっと嫌ですね。よし、もうこねてこねてポジションです。もう相手嫌がることして勝っていきますよ。次は強い相手が来たそう。デケテラ警戒。ああ、デケテラあれ早いですからね、縦に。エリートの人ご用意いたしました。え、マジですか。まあ、これね、プレーオフばっかりはね、そのよく分かんないですからね。さすがです。最近チン取れ始めました。今の外す。え、どういうことですか。ちょっとね、これはね、なんとか勝ちたいんでね。おじって略ですから、おじさんですかね。あの、あ、これおじさんさん。すみません、チンチントレーニングですよ。こらこら、あの、すみません、コメントちょっと反応するなったらすみません。あとシュート精度10下がるようにいたしました。え、そんなんできるんですか。ごめんなさい、半年ロムリます。半年ロムです。とても気になって、プレーが中断する選手権をここに開幕します。チンチンフィジカルトレーニングって U のツイート流れてました。あ、そうなんですか。炭酸水につけて鍛えるってやつ。1300ポイントかけたんで頑張ってください。頑張ります。あ、うわ、すいません。あ、山野さん、ありがとうございます。かけていただいて。まだ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 1点ですからね。大泣き、大泣き。申し訳ない、すいません。炭酸水万能ですね。炭酸水な、硫酸じゃダメですか。硫酸やって、チートレすると、怪我しますよ。更年期障害になりにくくなります。え、そうなんですか。何やってるんですか。あ、すいません、ダッチさん。いや、チャンスはでもね、今、こらこら、まだね、こっちの方が多いんでね。弾幕薄いよ。弾幕薄い。何やってんの。あ、それあれですね、ブライトさん。男性ホルモンが出るといいんですよ。チャンスはピンチ。あ、そういうことか。頑張ります。まあまだ1点やから。ニコニコです。頑張ります。あー、コントローラー慣れませんね。あ、コントローラー慣れないですか。タッチしようとして背面ボタン握りしめてます。あー、強く押しちゃうんですよね。修行の成果を見せるのじゃ。頑張ります。
危ない危ない。初見です。ありがとうございます。ベラッキ安くなったんで買おうと思ってるんですけど、使用感どうですか？ああ、いいですか、ゆうすけさん。ドリブルはメッシ並みですよ。フィジカルはちょっと残念ですけど。あ、やられた。テラって強いですよ。ほらほら。もやしですが。もやし。そうですね、そのフィジカルが弱いのが気にならなかったらすごいいいと思います。パスもドリブルもいいですし、守備もまあ私ベーシックで使ってるんですけど、やっぱ守備もそうですけど、パスドリブルが良くなるのはいいですよね。まあでもフィジカルも言うてもね70ぐらいあるんで、そこまでね悪くないですよ。昨日布団の中でブローニ健信と古畑任三郎を8時間見てました。8時間あ、そうかそうか、病気してたからってことか。古畑任三郎面白いですよね。私も好きでした、古畑任三郎。てあーかん、失敗した。あれか、古畑任三郎でけてられ早い。面白いです、キャストも豪華すぎ。ねえ、あー確かにね、キャストも頑張れ、訴えるような顔。頑張ります頑張ります、大丈夫です大丈夫です。チャンスはね何個か作れてるんでね。コッコさん、はい、負けてるよ、訴えられるらしいですよ、田村正和。あ、え、どういうことですか、ヌーキーさん、訴えられてるらしいって。ああ、訴える顔やからコッコさんはよかって。あ、わかりました、ちょっと頑張ります。コッコさん、このまま行きましょう。カボさん開けちゃった。いいペースです、いいペースですね。勝ちは後から帰ってきます。あ、やられた、危な。ちょっと落ち着いてね、落ち着いて落ち着いて。この方ね、ドリブル警戒してそこまで突っ込んでこないから、それをうまく利用したい。ごめんなさい。はいはいはい、コメントしたものの罪悪感生まれます。ごめんなさい。あ、なんでですか？負けたら、カジカジさんが3万くらいゲットしますよ。あ、ちょっと待ってくださいね。あぶねえ。しっかり回して、あーこれ先からもうこういうのやっちゃうんですよね。銃そごってもらおっと。ちょっと待ってくださいね、カジ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 さんに。ちょっとパスミス多いんでね、失敗気をつけて。わあ、これもパスミス。でも相手もパスミス多いんですよ。ドリブル混ぜてゆっくりやれば大丈夫。落ち着いてね。開いた。あー、オフサイド。ああいう感じですね。とりあえず1点取って同点にしたいですね。ヌーキーさん、振り込み先教えてください。コネ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 555です。頑張ります。あ、縦に来た。
オフサイド、よしよし、マイボール。ここからゆっくり締めていきますよ。負けちゃうの？涙をこらえた顔。大丈夫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 。チャンスは作れてますから。歯が立たない感じでもないし。あと20分ですよ。大丈夫大丈夫、時間ある時間ある。落ち着いて落ち着いて。ここで落ち着いてパス回せばチャンスはある。けど取られた。大丈夫大丈夫。みんなコッコさんをじらせないで涙をこらえた顔。頑張ります頑張ります。私だって勝ちたい勝ちたいんですよ。あ、一点差なんでね、まだ。ポンちゃんさんはカツハの筆頭株主ですからね。私が来た。私が来た。あ、コムさん。あ、ごっこさん、ポイントチャレンジの勝負の時負け多いの気のせいですか。ごめんなさい。マジですか。あ、ごめんなさい。いやー、大泣き大泣き大泣き、毎日言います。さきに遅れ。あー、まだわかんないっすよ、ちょっと待ってくださいね。来た来た来た。あー、チャーンス。うわー、ごめんなさい。さきにくれ。こらこら、コムさん、ニヤニヤしちゃいますよね。うわー、悔しい。ハキミよこせ、しんどいわ。ほらほら、くう、大泣き大泣き、ガッツポーズしてますよ。カジカジさん、今のはうめえ、生きていけん。3点目取られた時震えてました。のめんなさい。赤、赤。少しだけウレション出てます。僕もそんなに嬉しくないです。あーあーああ、ごっこさん、はいはい、メンタルやられとる。来た。メンタル的な問題ですかね。勝った筆頭株主ポンちゃんはポイントを失ってしまいます。あー、まだあるまだある。チンチンが不足してました。くそー、1点ぐらいは返したいですね。あー、遅い。すいません、すいませんでした。勝つにかけていただいた方。すいません、申し訳ないです。で、勝てないにかけていただいた方、おめでとうございます。っていうか、賭けにできないの方の方。仕方ないですよ。あー、かまさん、拍手。最後までお疲れ様でした。申し訳ないです、本当に申し訳ないです、すみません。明日からもやし生活です。もんちゃんさん、すいません。ふたつさん、すいません。サブスクやめます。イーサさん、すいません。申し訳ないです。詳細見てみましょうか。明日は寿司食べます。わあ、すごい。カジカジ、大丈夫ですよ。気にしないでください。カジカジさん買ってる、すごい。何か掛け事してた。あ、そうですそうです。カバーさんもすごい。あ、ケイさんも。すいません、申し訳ない、本当に申し訳ない。カジカジさん、スゴ W。 あ、これ間違えてまた出してる。とりあえずなんで負けたか振り返ろう。あれ、これ私また出しちゃってる。これ違いますよね。そうですね。
442か。おじさん。カジカジさんはカイジカイジの略です。アーティストバッジの登場で食いついてる W。またためます。涙をこらえた。ああ、すいません。コッコさんが勝てるかかけてました。次の試合もやりますか？ちょっと待ってくださいね。コッコさんの代わりに私が TO4 勝したので3万ください。あ、すごい、イーサさん。いつでも地下労働に戻ってやんぜ。これあれですよね、3人目の動き、この方ここで多分ムワッペトリガー入れて、ここで入れてるのかな、ここで入れたかな、これは抑えられなかった。80しかない泣きは80ですって。これなんでしょうね、 あれかチープで入れてたかかな、それで回されてこう入れられたんですね。105しかないです。イッサさん。かもね、攻めに行ってカウンターでやられたんですよね、これは。こんばんは。あ、こんばんは、Y さん。昨日ありがとうございました、Y さん。これはもうショートカウンターで、相手も96しかないです。あらまあ。この後も全額かけます。あらまあ。ずっと見てましたよ。ありがとうございました、Y さん。しかないです。130、そっか、皆さん結構全掛けするんですね。半分。こちらこそありがとうございました、ニコニコ。カジカジさんに全員搾取されたねえ。ポイント難民続出。ポイント難民続出ですね。これ他になんか、なんか方法ないんかな。他の人がポイント持ってないので掛けが成立しません。ねえ、掛けが成立しないですよね、これ。あのカジカジさんがよっぽどバイバイゲームするしかない。バイバイゲーム3連続勝てたらアーティストバチいただけそうです。バイバイゲームってどういうことですか、ケンさん。いや困りましたね、これは。全額かけて2倍に増やしていくってことです。そういうことか。倍々にうまくならないですよ。まあそうですよね。とりあえずもう1試合しましょうかね。プレーオフ調子悪いです。これもしかして次から勝っても増えない可能性あり。あー、そうですね、入れるポイントが15万ポイントをコツコツ貯める勇者待ってます。ポイント多い方が倍率下がるので。ああ、そうかそうか。だってさっきあのカジカジさんがさっきね、9人が勝てるに入れてくださって、3人がね、が欲しいよ、3人がね、1倍とかにしかならない、負けるにかけてくださったんですよ。でカジカジさんが1人でかなり突っ込んでくれたんで、賭けとして成立しとらんや。そして FUT 入れなくなっちゃいました。ふと、あ、マジですか、Y さん。なるほどな。同じく入れないです。ん、あ、本当ですか。みんなポイント持ってないと成立しないんですよね。そうなんですね。だから全ツッコミすると危ないってことですよね、やっぱり。皆さんが、え、 UT 落ちたんですか、皆さん。今日って何曜日でしたっけ。今日って火曜日か。とにかく全額突っ込むしかない。生き埋めさんも入れてなくて、おこです。あ、本当ですか。ずっと変な動画をしてておかしいなと思ってたら入れなくなりました。マジですか。じゃあ私も落ちるんかな、これ。ちょっとスカバトで一回流してみましょうか。全ツの人が勝ちと負けで分かれたら増えますね。あー、そっかそっか。いけるかな、普通に。いけそうですね、普通に。CFA プレーオフやらん方がいいですか、ね、おはようございます。あ、ニッカムさん落ちました。あ、 UT 落ちました。その話聞いて、次からかけるのは10ポイントだけにしときます。10ポイント。5。5?
一回ファット抜けたら入れなくなりますね。あ、本当ですか。ずっと課金しろとばかりにライボルリー RE リリースの画面です。あ、そうなんですね。利用できてます。あ、できてますか。じゃあやってみましょうかね、もう一試合。あ、日課部さん、あのラーメン結構食べてますよね、ニックハブさん。あのラーメンツイート気になってるんですけど、買ってもどうせハーランドくれないくせに生意気な広告です。一瞬だけ強制的に落とされるやつありますよね。あ、本当ですか。全体的に。とりあえずもう一試合、これはちょっと普通にもうね、皆さん、ラッチさんいつも反射こ速度速くて愛してます。あ、そういうことか、ニックハブさん。なるほど、にそういうことか。ラーメンも愛してます。ニッカブさんのラーメンのツイートちょっと気になってますよ。ちゃんと野菜も食べてますか、ニッカブさん。愛されました。僕の愛もあります。マッドキャンディさん、愛してくれた。今日はうどん食べました。あ、ワイさん、うどん、よし、お願いします。えらい。え、うどん、うどんすか。野菜も食べました。20時くらいにうどん食べて今は水飲んでます。あ、いいですね。そうですよ、食後。えらい。私もうどんです。あ、昨日からうどんばっかり食べてます。あ、そうなんですか。ネギ食べました。ネギ、ネギが入ってるし万能食品。ネギどれぐらいの量ですか。山盛りですか。野菜は生まれてから30年間食べたことがあります。え、うどん、うどん5リットルです。5リットル、あ、結構入れました。結構入れた。あ、入れたってことはあれか。うわ、今女性とはお会いできません。あー、今日あかんな。あんなパス出したらあかんって分かってて出しちゃった。コッコさんに負の連鎖起きとる。ああ、しまった。低難度入らんかった。大丈夫大丈夫。来た。うわー、来ない。あれ来ないか。豆乳シュークリーム1個食べてしまってました、食後に。すみませんでした。まあ食後はいいですよ。30分以内、食事終わって30分以内ですよね。許します。あ、ダスさん許してくれた。Y さん、チョコレートも食べましょう。許しましょう。あ、間違えた。30分以内に食べました。あ、いい。 Y さん、グッジョブですね。そうですよ、甘いもん完食は食後ですよ、食べるなら。今からチョコレート食べますか。え、ダメですよ、今食べたら。あ、でもハイカカオのチョコレートは大丈夫なんですよ。砂糖入ってないハイカカオのチョコレート。豆乳だから許します。豆乳苦いじゃないですか。ショー、でもまあ苦いんですけど、まあ、90% 人乳はいいですか。こらこら、ぬきさん、 80%、まあ、80% までは OK でしょう。カカオ 80% まで。あとちょっと甘いですよ。
この方も結構人入許しましょう。こらこらこら。カカオ120パーダー。120。最近毎朝200ミリリットル紅茶風味の豆乳飲んでます。あ、そんなんあるんですか。管理栄養士ですか。え、紅茶風味の豆乳？そんなんあるんですか。豆乳もね、あの無調整ですよ、基本は。プロテイン飲みましょう。朝には必須です。豆乳のね、あの飲み物あるじゃないですか。結構砂糖入ってるから、ほとんどジュースですから。あれですよ。無調整ですよ、基本、豆乳は。手厳しい。そこはね、やっぱり。豆乳の豆乳飲料とほとんどあれ普通の豆乳だと飲みにくいので缶繰り返しの紅茶豆乳です。ああ、それはね、もうね、豆乳とは名ばかりのね。そんなに考えて生きたらしんどいです。ジュースですよそれ。なんで飲むなら食後です。それジュースと一緒。ハイチュウ大好き。さあ、イーサーハイチュウ好きですもんね。ツイッター見てたらタボさんのラーメンツイートの管理栄養士さんとの絡みか、たっくんに絡むおっさん軍団の絡みを毎日見てる気がします。ビール最高王さん、ほとんどジュースですけど0キロカロリーです。え、嘘。この方すっごい回してきますね。カバさん的確。その後帯同化すので糖分と脂質を飲んで摂取してます。なるほど、開いた。あー、惜しかった。カオさん的確。あー、たそのツイートのやつか。すいません。確かにね、そうなんですよね。たくん、僕今日チートでいいです。え、どういうことですか。ツイッターの毎日の流れ。あー、私は白いダースが大好きです。あ、白いダース美味しそうですね。ただ今日はお腹空きすぎて朝マックしました。あ、朝マック美味しい。とりあえず野菜をプロテインに変えましょう。筋肉は裏切りません。爆食いしたろかいな。毎日そのツイート見てるので逆に落ち着きます。本当ですか、よかったです。ラッチさん毎日チートでいいやん。あ、ヌーキーさん結構体鍛えてるんですか、プロテイン。もうなんかほとんど守備して終わりましたね、前半。プロテインって何買ったらいいのかわからないので教えていただけると嬉しいです。ダッチは夜ご飯いつもサラダか納豆ご飯です。あ、偉い。プロテイン飲んだことないし筋トレもしたことない。本当ですか、カリカリさん。タンパク質不足を補います。ああ、まあ、確かに体鍛えてる人がビール 2L も飲まないと思う。確かに。確かに毎日何リットルって飲みますもんね。野菜よりもタンパク質が不足しやすいんです。あ、そうなんですか。ビールは野菜ですし。え、おかげで69まで体重落としました。ダッチさん、ウーバーでサラダ頼むの。コッコさん、お邪魔しました。あ、ポンチャさん、皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。こんばんは。こんばんは。あと最近 YouTube やたらハイボール作るショート動画出てきてハイボール気になってます。あ、そうなんですか。麦やから野菜か。コッコさん、ありがとうございます、来ていただいて。サラダ作ります。ポンちゃんおやすみ。ポンちゃんさんおやすみなさい。手を振る。プロテイン飲んでウォーキングしながらファミチキ食ってる友人がいました。すごいなそれ。ポンちゃんおやすみ。すごいな。ポンちゃんおやすみ。ポンちゃんさんおやすみなさい。ハイボール美味しいですよ。あ、イッサさんハイボール好きですもんね。ウイスキーがね、イッサさんは好きですもんね。ウイスキーのことは任せて。一度だけ山崎12年のハイボール飲んだときに美味しかったです。あー、これ外すか。タバさん、いや、そうなんですね。タンパク質意識高い、いい友人ですね。ヌキさん、タンパク質にこだわりがあるんですね。ウイスキー兄貴。ウイスキー兄貴。イッサの兄貴。はい。
エロい友人でしたよ。エロいりますかそれ。イッサニティ、イッサニティですよ。新幹線でたまに売ってますね、山崎12年。あ、そうなんですね。チンコチンコ、ほらほら、イッサニティ、小さい瓶、小さい瓶、ああ、なんか見たことあります。山崎売ってるんか。見たことありますね、それ。イッサニティは流行らせないでください。結構何かショーダウン作りました。ああ、私ね、一個も作ってないですよ、ココさん。ココさん作りました？本当に一個も作ってないですよね。宮城郷ってウイスキーは苦手でした。宮城郷。最近一部の日本産のウイスキー高値で取引されてますね。あ、そうなんですね。あ、なんかイッサさんもなんかそんなこと。セラージョスとソレールは作りました。あ、そうなんですね。ショーダウンの死神なので皆さんに申し訳なく今作は一個も作れません。なるほど。そうなんですね、ヌキさん。タイプ的には山崎と同じなんですけどね。やあ、マザキ一番音符。もうこねました。とりあえずこねてどうて。もう一度飲んでみたら美味しく感じますかね。ソレールは結構いい感じですね。ああ、ソレールね。ジャパニーズウイスキーは全部高い。あ、そうなんですか。ライチンチンゲール。ああ、ありがとうございます。この方別にリードしてたから。家に角瓶はあります。角瓶、ああ、角ハイボールってやつ？この方別に買ってたから回してたわけじゃなくて、いつもあんな感じで回すんか、この方は。やあ、マザキ一番音符。毎日飲むなら角で全然良いと思います。美味しい。あ、そうなんですね。カクハイは外で飲むときはよく飲みますが、コークハイにしたが好きです。あ、コークハイ。今から少し飲んでようと思ったんですが、はいはい、割り物がコーラしかありません。あー、コークハイ良いですね。コークハイ、へえ、そうなんですね。 Y さん、コークハイ最高ですよ。あー、そうなんですか。ブンフトさん好き音符。皆さん結構飲まれるんですね。ケミカルさがたまりません。あー、なるほど。マザスーで赤ワイン買いました。若い時にね、飲んだことあります、コークハイ。ちょっとたしなんでみます。あ、この方ムーキーさん、それわかります。体に悪そうな味ですもんね。私は2杯飲んでベロベロになります。ウイスキー飲めませんが、テキーラ割りならよく飲んでました。なんかろくでもないものを飲んでる感じが最高です。なるほど、わかります、わかります。私も飲んだことあります。なんかやっぱビールが一番すごい。あ、ココさんもビールなんですね。ヌキさんも一度お持ち帰りをされかけたことがあります。ん、ビール最高。Y さん羨ましい。お持ち帰りいいな。なお、顔は。あかん。ちょっと無理やな。やれればいいんよ。ビール美味しい。ビールジョッキ一昨日551お持ち帰りしました。551、あー、それこそ私のチンチン目当てだったのかもしれません。551美味しいですよね。551、あー、そうか、カオさん大阪ですもんね。551いいな。 Y ビッグだからか。 Y ビッグ、 Y ビッグ551食べたことありません。あ、そうなんですね。
Y さん551があるときないときですよね。さんのチンチンビッグ。わわわ、イッサさん。あ、Y さんビッグってことか。シューマイもめちゃくちゃうまいですよ。そういうことか。ビッグボーナス。しまったしまった。クラウチくらいビッグですか。選手買い直せとった。食べる機会が全くなくて。あ、そっか、売ってないんですかね。通天閣みたいなチンチンです。こらこらこら。ビッグじゃないですよ、全然 W。クラウチンチン。前ね、スカウトされたって言ってましたもんね。クラウチンチン。クラウチン。オフェラチンチン。チンチンでスカウト。ワイさんなんかね、お風呂でね、お風呂銭湯って言ってましたっけ。チンチン。行った時にスカウトされた。シルダン優ですか。こらこら、イッサさん。なんかスカウトされたんですって。で、見せてくれって言われたって。コッコッコッコ。あ、たっくん、昨日ありがとうございました、たっくん。たっくんにね、アドバイスもらってね、あの、ちっくん来た。サムネイル作ってみました。あ、いじけてたたっくんやん。昨日すみません。あ、いい。あ、弱い弱い弱い。ちっくん。へっくんだ。はっくん？銭湯入ってたら知らないおじさんに見せてよって言われて、見せてもいないのに大きいね、ビデオ出れそうだよ。どう？ってスカウトされました。ビッグン。今日33人もいる理由サムネだね。あ、本当ですか？あ、いた。あ、ほんまにたくさんの方来ていただいてありがとうございます。しょっぱい、しょっぱいしてしますけど。それそのおじさんが Y さん食べたかっただけやん、ほもやん。そうなんですかね。きえぇ。性の多様性だから許しましょう。このツイートいいじゃん。ありがとうございます、タックン。いいじゃん。いいじゃんって言われたあれ。ありがとうございます、タックに褒めてもらって嬉しい。Y さんそれ怖い、今らの声にしましょう。こらこら。私も心は女の子で18歳なので女風呂に入ります。ダメダメダメ。イッサさん絶対うせやん、そんな。心が女の子で18歳がそんな下ネタ言いますか。心は女の子でレズなので女風呂に入って勃起しますが問題ありません。めちゃくちゃ言いますね今。女のがえぐいぞ。僕は男ですが心は2歳なので女風呂に入ってきます。ぬきさん。見る見るが欲しいです。見る見る夢です。タルルーと君の。俺は男だけど女風呂行ってきます。タルルート？タルルートくん？タルルートくん懐かしいな。見えちんですね。タルルートくん懐かしいな。前回。今回と下半身を重視した配信なんですね。今回いいよね。今回と前回。いやいやいや、そんなことないんですよ。東京大学物語が好きです。ああ、東京大学物語もありましたね。あかん、時間がないな。あれは夢落ちだったんですっけ。あ、そうなんですか。キントマンのコラボ。私あれ最後まで見てないかも。夢落ちでしたね、確か。あ、そうなんですか。
そうなんや。あ、時間がない。来た。コッコさんはエッチなシーンだけ見たんですね。夢ってなんでいいところで終わるんですか。あー、あかん、 PK やな、これも。あかんかった、また PK。 夢だからです。そっちか。コッコさんは漫画でエッチなシーンだけ折り目つけるタイプです。PK だ。あ、決められてよかった。あ、そっちか。PK 頑張れ。 PK ばっかりですね今日。あ、止められたね。今週右左ってきたからね、次右飛んでみましょうか。真ん中か。あれ、なんで中出しされましたね。ルーキーさあ、あかん、割られた。いやー、きついな。漫画喫茶にある漫画のエロいページバリバリなの、なんでですか。そうなん、そうなんですか、バリバリなんですか。メンタル負けですね。あー、だちさん、この配信ってエッチですね。ゆうやさん、もう私はそんなつもり一切ないんですよ。精しか買ってるから。こらこら、ダッチさん、こらこら。いや、バリバリで張り付いてるんです。いや、本当ですか。いや、そんな嫌ですね、そんな。深夜配信ですからね、エッチですよ。なんかお店のものにかけていいんですか、精子。なんか間違えてた。男性の割合10割の配信ですね。そうですね。なんで深夜の満喫っていか臭いんですかね。そうなんですか。叶姉妹の写真集もバリバリだったんですけど、なんでですか。なんでそんなん知ってるんですか、イッサさん。ちょっとごめんなさい、もう一試合やりますね。これもう今日でプレーオフ進出決めたいですね。あ、しまった。ちょっとこれ、この戦績のやつ忘れてましたね、帰んの。かけしないの。ほな、そろそろ落ちます。あ、本当ですか。ココさん、ありがとうございます。プレーオフは5戦で決めるものですよ。かっこいいこと言う。お疲れ様です。ココ、私もそろそろ寝ます。あ、カバさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。ラスト近行き決めますか。ラスコさん、はい、かば焼きさん、お疲れ様です。かば焼きさん、あ、かばさんのことか。戦績 3-3 アイコン確約チャレンジ1月10日。おやすみなさい、コッコさん、かばさん。あ、イサさんも。あ、そういうことか、カタカナコッコさんか。ココさん、おやすみなさい。え、もう一回かけいけますか。みんなちょっとポイントたまりました。おやちみ、おやちみ。じゃあいきますよ。次でファイナル進出できるかできないか。ココさん、ありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。から搾取しよう。いきますよ皆さん。300しかないです。2分でかけます。ファイナル進出できるできない。288しかないです。すいません、申し訳ないです。でもそんなたまるんですね。30分で3、全ベットします。お、ケンさんも240でよければ。あ、スカッシュさん、30分で300ぐらいたまるんですね。かけました。あ、ありがとうございます。どうですか今。今皆さんファイナルチャンネルポイントで予想してもらってます。結構かけました。お、ありがとうございます。私が逆張りしました。あ、本当ですか、ダチさん。儲かる方にかけます。ファイナル進出できるできない。
できる90、まあねえ、もう2連敗の後ですからね。これはさすがにね、まあでもプレーオフね、なんていうか、結構当たるのランダムな感じですもんね、強い強くないって。負け込んでてもね、強い方に結これ構。はできるでしょまあね、あ、でもできないに、今、大きく誰かかけてくださった。イッサさん？誰？でも、イッサさんやん。イッサさん。俺だ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 。カズケさん。カズケさんや。さすが、ポイント符号。ポイント符号、カジカジさん。あ、イッサさん、負けるにかけてくれたんか。カジカジさんが張りましたね。あば。でも、ちょうカどズいミキ参戦きたい、イーブンぐらいですよ。60%と40%ー。儲かる方にかけました。ですから。あ、なるほど。そういうことか。逆張り。私はコッコさんをあ、信 Y じまさん、す。嬉しい。ありがとうございます。みんなのポイントの掛け数の少なさに驚愕してます。仕事戻りますね。あ、すごいっす。おたけ結果楽しみにしありてがとまうす。ございます。お仕事頑イッ張ってくサーだは負けるにかけてますさよ。い。そうですね、ケンさん。はやさん、お疲れ様です。あ、間違えた。スクラッチさん。お仕事頑張ってください。FC ゴールデンハンド。半々になるようにかけました。あ、なるほど。そっちの方が増えるので、まあ確かに WWW。 そうですよね。もし負けたら、ウルブズのユニフォームをイエローにしたん、お揃いにしましょそんなありますか？イエローにしたん？にしたんたん？う。負けたら、タンタンにしたんですね。ああ、でもそういうの面白いですか？例えば賭けで負けたらイエローにしたんあります。イエローにしたあるんですか？ユニフォームを選ばせるとかも面白いですか？そんなポイントで。そんなでも、ユニフォーム変わっても嬉しくないか。ああいう時はニア、すごニくア。頑張れ。あぬきさ面白くないです。ん。面白くないか。私はウイスキー兄貴に負けて、イエローにしたんに乗り換えました。あ、ウイスキー兄貴？ イッサさんのことか。イッサに、イッサ、イッサ、イッサ兄貴のことですね。ゴッド頑張れ。これこれ。させ、させ。そんな、皆さゴッドね、ムットンか。死ねえ、殺せえ。ん。こらこらこゴッら。ド、ゴッド、ゴッド。皆さん、穏やかに行きましょう、穏やかに。ああ、オフサイ。今のオフサイトラップ上手でしたね。この方、オフサイ777。777？ この方、すごい上手やな、オフサイトラップのタイミング。18192。ん？コッコさん、いけ頑張れ。あ、Y さん、ありがとうございます。ゴッドてめえに明日からの食費かけとるんぞ。殺す気か。セット数3もらえ。セット数3。神々の凱旋。神々の凱旋。アナザーゴッドハーデスやん。ループも入りやがれ。ああ、この方ちょっとプレスも早いからちょっと苦手ですね、この方のプレースタイル。スロットな話ですね、これ全部。あ、スロットの話ですか。危な。そのスロットでなんかそういうゴッドのなんかがあるってことなんですね。凱旋だと5セットです。凱犬旋だだけはと。やめろ、よしよおお、し。犬だけは。犬だおけい、ゴッは？ドチンコついとんのこらこらか。こらこら、ヌーキーさん。そんなん言わないでください。
僕は全パチンコ業界で働いてたので釘叩けます。あ、そうなんですか。オートオーミリオンゴッドっていう台です。あ、そう。え、何この人、この方何してんやろ。え、何しとんや。え、え、キレ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 。キレとんのかな。怒りゲージを貯めるゴッド。あれに私が乗ってこなかった。誘ってたかな。心を整えてる。あ、なるほど。ここのを整えてたんですね、あれで。そういうことか。全長です。チンチン触りたくなったタイム。コッコさん油断しないで。はい、そうですね。出せ前兆だといいな。あ、引っかかった。パス数稼ぐん嫌な。これで油断したら攻めてきます。あ、そういうことなんですね。とどめを刺しましょう。そうですね、慎重に回してね。後藤頑張れ。開いた。この人シュート打ちませんね。コッコさん、はい、頑張れ。頑張ります。そして得意のパタパタをやりましょう。パタパタ。シュートに親殺されたかのようにシュート打ちませんね。あ、パタパタママ、パタパタママ。あ、懐かしい。そろそろ1点はあげましょう。え、どういうこと。バーバパタバーバパ。パコパコママ。こらこらこら。6時雨戸パタパタうるさいな。アイアンネキ。ああ、失敗した。こらこらママ。あ、さ、浮かしたかったな。今の球はちょっと浮かしたかったな。ああ、まあでもなかなか1-1で、1-0か。あ、梅里さんフォローいただいてありがとうございます。すみません、気づくの遅かったです。ココさん勝ちそうですね。頑張ります。あ、フラスマンやった。危な。危な。フラスマンやった。プレスかけてきてますね。ゴールデンハンドガンバへ。加藤高ガンバへ。ああ、今の決めたかったな。ああいうの決め、チョコボール向かい負けるな。ああいうのね、私結構決めきれないのがダメですよね。勝ちにかけたつもりが賭け勝ってなかった。あ、マジですか。ブンツさん、あら、まあ残念。マグナム北斗も負けるな。マグナム北斗、シミケン頑張れ。あ、賭け勝ってました。あ、よかったよかった。来た、出すぎた、前に出すぎた。ねねちゃん、ねねちゃん、ねねちゃんってあれか、クレヨンしんちゃんの。一徹頑張れ。星一徹。
な、こら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 、あ、ル、ル、さ、来た、よし入った、こらこら、あ、ケンさんも、ケンさん、あ、切ってくれた、こらこら、何してるんですか皆さん、ケンさん、ケンさん、ケンさんの絵文字が諦めました、よしよしよし、やったーやったー、これカウンター、これはカウンターでしたね、これはラッキー、ここもね向こうの守備崩れてましたからね、またポイント吸われた、よっしゃー俺の一問やよし、いっそさんダッツさんお二人24列ゴールデンフィンガー諦めたのかダブル勝ちました、よかった、10ポイントもかけました、10、あ、モクさん24デフ、よし決まりました、これでねできる、2500かけました、わ、ワイさんすごい、佐藤隆が諦めたら誰が塩吹かせるんや、ほら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 、ヌキさん富を再配分しました、お、すごい富を再配分しましたありがとうございます、あ、すごいすごい、でも倍ぐらいになってますね、 Y さん2500、4800、あ、ケンさんもありがとうございます、ありがとうございます、バイバイゲームで3000、ね、おかわりさんも、黄金カルテットさんありがとうございます、ブントさんも、深田恵美、あ、山野さんも、スクラッチさん、モグさんもありがとうございます、いいですね、やったー、いちごミルク、ん、よし、これで進出決めました、残りはね明日ちょっとさして懐かし W もらおうかなと思います、エイミング PC、 エイミング PC、 最後1試合どなたかフレームしませんか、ああしまった、もしよければ、また賭けですか、あ、そうですね、そう、フレーマーも賭けしましょうか、チロチロ、あ、ダチさん、ダチさんしますか、他の方いかがですか、う、う何やってるんですかヌキさん、他ダチさん以外に、いちごミルク死んでるやんヌキさん、どういうことですか、カット入れないせいなのでできません、あ、そうなんですね、ダチさんやりますか、じゃあ最後死んだんですか、あ、そういう方がいらっしゃるんですか、堤さやか AV 女優さんですね、そういうことか、皆さんも自殺してる、そうなんですね、こなやりまっか、ダチさん、いちごミルクさんはなくなりました、あ、あ、そうなんですね、もうお布団入ってしまいました、じゃあダチさんとやらせてもらいますね、ダチさんボイチャーつなぎますね、先でダチさんと最後フレームさせてもらって終わりにしようかなと思います、吉澤明子、ねちょっと待ってくださいね、ダチさん、浅見ゆま、青い空、炙りマンガンバへ、ダッツさん送らせてもらいました、じゃあダッツさんとフレームもかけましょうか、吉澤明子さんはお世話になったな、竹内愛、世代を感じるショー、炙りマンはムラがあるからな、ダッツさんとのフレームかける、勝てるかどうか、あ、ダッツさんこんばんは、ありがとうございます、あれ、おいすおいす来た来た、おいす行きますよ、ダッチさんとの予想会します、アブリマンおいすモンブランゆずききな、本当にこれこれ皆さん、アブリマンおいすコンタクトダッチさんですか、あ、皆さん今ねダッチさんとの勝負かけてますので、ぜひ予想かけてください、ダッチさんコンタクトですか、ダチさん、すみません、フレームは送ってもらってもいいですか、私から送るとちょっと成績が見えてしまうんで、
コンタクトアブリマンもいる。さ、なんかアブリマンって言われますね。なんかよう分からんけど、ね。前回からね。チンチンアブってチンチンアブじゃねえ。ほらほら。チンゲアブってなんでアブリマンなんですかね。さ言われるでしょ。と言われるか。それは言われますよ。チンゲアブリマン。リースターさん、フルで言った。ちょっと待ってください。はい。チンゲファイヤーマンよりいいよね。めちゃ勝てると思われてますね。普通切りますもんね。ヌキさん、それすごいっすね。英語にすると。チンゲファイヤーマンなの。切ってあげるの意味わからなくてさ。まあ確かに。コンタクトダッチさんに全ベッド。あ、コンタクトダッチさん。いや、切って炙った方がチリチリになるから。え、それ楽しむってことですか。え、楽しむじゃないですよ。意味ありますかそれ。意味ありますよ。切った、あ、切った方じゃなくて短く切った後にってことか。そうですね。あ、そういうことか。チンチョが丸まりますもんね。あ、そうかそうか、そういうことか。前はベッド。ほらほらほら、そう、カジカジさんの言う通り、チンチョが丸まって、はい、あのチクチクしなくなるんですよ。あ、断面がね、あの丸くなるから、はい。あ、そういうことか。そうです、そういう最初からそう言ってるんですよね。なんかおかしいな、本当にすごい仕組みだ。いやいや、でもねえ、奇妙な人、奇妙な人って言われる、言ってる言葉見つかってない。よし、あ、もう終わりましたかね。あ、僕も送りました。ありがとうございます。ごっこさんはパイパンでしたっけ。こらこらこら、世にも奇妙なアブリマン、人数少ない分離主義勢力にベッド。あ、勝てないのが多いですね。勝てないのが多い。ダッチさんが勝つ方が。ごっこさんはタイパンで処女です。こらこらこら。あ、俺負ければいいんですよね。あ、え、ダッチさん自分でもかけてますか。あ、いえいえ、そんな。それはもう勝つ方にかけましたよ。あ、まあそうですよね、それは。自分が負ける方にはかけないですよね。皆さんはご存知でしょうか。チンゲを切って炙る方がいることを。抜きさん、ダッチさんのことですか。どうですか、フォーメーション変えましたか。いや、変えてないですね。4-2-2-2にして、はい、その名も5-5-2-3。あ、変わらず、もう 5-2-3 も一応持ってるって感じですか。テレレレンテレレレンテレレレレンレンテレレレレン。なんすか、イースターさんは、はい、あれっすよ、あのなんだっけ、なんか高速ビルドアップにしたり。ヌーキーさん4000行ってるやん。あ、そんな見れるんですか、誰がいくつ行ったとか。あ、やべ、バレた。チャンスジープレスみたいなのも言ってますね。あああ、私は昨日勝ちました。ごっこさんも勝ちましょう。あ、昨日ダッチさんとワイさんやったんですか。炙りマンコ呼ばわりの怒りをぶつけるかと機会。最高ベッドの人は見れます。あ、最高ベッドの人は最高額だけ見れます。あ、そうなんですね。こんばんは、日本一平和な配信ですね。プライムさん、ありがとうございます、来ていただいて。平和なんですかね、これ。あ、やっぱドリブル違いますか。あ、全然違いますね。こんばんは、こんばんは。ここが日本一のチンチン配信と聞いてきました。イッサさんか。おお。それ喜んで私いいんですかね、それ。圧倒票間に合わず。あー、もう怖い。負けたら炙りマンの社長に言いつけてさ、修羅場な賭博にします。あっ、なんかしてきた。今のあれいりますか。あれ間に合わず、残念。モグさん感じてる。あー、うまい、うまい。うまい、ダッチさん
炙って反省します。ナイス炙りマンコウ。おいすー。このせちがらい世の中で男たちが下ネタで楽しむ平和感が良い。またポイント吸われる。ナイス。おいすー。おいすー。ナイス。炙りながら応援してます。炙りマン夜中の配信ありますか。あれベラッティ、ベラッティサイドですか。サイド。炙りマン何か見てる。いっさ、ダチさん、皆さんがあのあやってもだ配信あるかってよ今日夜。ああ一応バイオやろうかなって思ってた。炙りマン AV 見てる。バイオするそうですよ。いやそこじゃない、そこじゃない。そこでもない。バイオ怖い。カイオツ、バイオクリアは週末でお願いしまんこ。ダスさんのバイオ配信結構人気なんですか。あそうなんですか。えでもなんか見てくれる人いっぱいいますね、あの夜の終わりには。あそれなんですか、バイオ買ったんですか、それなんかの。もともと持ってて、あで全クリしてなくて、はいはい、あクリアしてなくて、はいはい、まあバイオもまっすぐなんか4が3時待機にはちょうどいいです。はいはいはい。結構みんないろんなゲームするんですね。あそうなんですね。バイオのいくつやってるんですか。バイオハザード8。あもうそんな8まであるんですか、バイオって。そう8まであって、でなんかもう昔のゾンビじゃなくなってるんですよね。どっちかっていうとなんかもうバケモンみたいな。へえ。アビさんのエテックスもビリビリしてしびれます。ああスイッチのマリオカートやりたい。ああスイッチやりたいですよね。でも私パソコンじゃないとできないですよね。まあ、スイッチはそうですね。ブロキャスないと無理ですよね。ブロキャスじゃないや、あれだ、あれじゃないときついですね。超魔界村です。ああ、魔界村、あの池梅さんやってましたもんね。あ、間違えた。コッコさんコントローラーよりスイッチの方が安いですよ。あそうなんですか。あでも私スイッチ持ってますよ。あのいやそうじゃないの、娘がやるんで、娘用に。あスペシャル今の。僕に買ってくれませんか。えなんで。よし来た。いやー決めた。僕にも買ってください。イーサさん、おーおーおー、イーサさんありがとうございます。ニコニコ。娘さんにそろそろ、まあでもまだ早いか、ね、まだ早いですよね。やっぱねゲーム買っちゃうとゲームばっかりなんですよね。コラなんでコラ。ケンさん早いです。早いですよね、まだちょっとね。買って隠しておきますか。コンタクトの旅が合ってないんちゃうか。コンタクトの鉛筆買ってあげましょう。鉛筆。コンタクト合ってないんちゃうかって。昨日卵っち安かったから買ったら妻に怒られました。卵っち、それは怒られるでしょ。コッコさんが決めたから、コッコさんにから。あそうなんですか、ケンさん。そんな卵っち買ったんですか、誕生日とかじゃないのにってことですかね。卵っちぐらいだったらいいんじゃないですか。知らんけど知らんけど。コンタクトを外して参加した現実。嘘、ダチさんもキックオフフラスルマンなったんすか。いや敬遠してます。ああれっすよ、成功率は低いっすよ。びっくりした。あらまあ、
嫌がるかなと思ってやりました。嫌がりますよそれ。あれで昨日タックにやられたんですよね。あ、こんなん言ったらタックに申し訳ないですけど、昨日タックに勝ったんですよ、ダッツさん。私そのキックオフフラッスルで入れられたんやけど勝ちました。うわ、もうそれ勝ちじゃないですか、もう、はい、それはもう。でもタックね、優しくてね、キックオフフラッスルでしたらね、めっちゃ自慢する。点決めたらね、オウンゴールしてくれたんですよ。おー、優しいですね。で、私もオウンゴール仕返して、それはそれっていう感じにして。優しいですね。優しい。優しい世界。でも負けたんですよね、タックン。タックン。それはもう、ダサいですね。いや、それでタックン勝手だったらタックンすごいなってなるけど、あ、負けてやったらダサいっすよ。まあでも、ね、舐めてますね。でも私は 9試合ぐらいタックンってやってるのかな。チックン言われとるで、ずいぶんバッサリ WWW。 ダッツさん結構タックンに勝てるんですか。いやでもそんな勝ったことないですね、タックンに。配信で晒されてる。さあ、はい、あったようななかったような感じですね。ああ、おひろつくん、あるようなないようなのやつ。キーさんが守備もしやすくなったって言ってますけど、守備も違い感じますか。ああ、守備はやっちゃいますね、やっぱり。おー、ああ、やっちゃった。何それ、やっちゃった。まあ、守備はなんかしやすいような感じはしなくもないですね。動かしやすい。何してんねん。すいません。ってたところに来てくれるみたいな。え、L1 入っちゃったんです今。イーサさんに怒られた。最近守備の仕方がわからないです。フクレッツラ、フクレッツラ、ね、フクレッツラ。すいません。炙りマンシッカセ。フクレッツラが。ああ、そっちじゃない。ああ、フェラッティが。ほら。いや、そこじゃない。イッサさんはでもパスズレ。何してんルンスカコッコさん。すみません。いてかませ。ちょっと一回ね、落ち着いてね。あ、今のファール。今のファールじゃん。今日の審判ちょっと厳しい。厳しいですよね。厳しい感じですね。炙り満載キュー。あ、出た。綺麗が違う。綺麗が違う。今までと違う。すごい。さすがコントローラー。違いますよね、動きが違う、全然違う。加速力が違いますもんね。びっくりするぐらいすごい速い。すごいな。何今の WWW。 これがデュアルセンスエッジの。これが好感度でしたっけ。好感度、高精度だっけ。好感度、高精度でしたっけ。好感度ですか。好感度プラス3であれになりましたね。すごいの出ましたね、あれ。あれすごいですよね。高精度です。高精度か、高精度でしたっけ。あ、高精度でしたっけ。好感度はチンチンです。ほらほらほら、痛い。好感度は早漏です。でもやっとなんかオフトラめちゃめちゃかけやすいですよね。ああ、慣れましたけど、チープレイもなんか、はい、かけやすいですよね。かけやすいですね。ああ、痛い。おお、危なっ。
危ないな。いやー厳しい戦いですね。厳しいですね。どうしようかな。これでいこうかな。痛くないです。あ、すみません、ワイさん。ついつい。今見ましたが高精度です。あ、高精度でした。あ、高精度。好感度は早漏です。すみません。そっかそっか。あ、ディマリア。あ、来た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 。あ、調子悪い。ここか各国が。やっぱディマリア、やっぱりちょっとあれなんですかね、ディマリアが。あれなんですね、リアクション数値がちょっと低いから、そんなに細かくできないですよね。来た来た、ブトラゲニオ。サブからワールドカップのブトラゲニオが出てくるってえげつないですよね。発音いいですね。ありがとうございます。おお。延長か。いやー延長。いやー。ブトラゲーニョ。ブトラゲーニョ。延長は。すみません、延長メーカーなんです。でも守りの声なんで、はい。はいはいはい。ちょっと。これ攻めづらい、攻めづらいというか、はいはいはい、引き分けになりやすいんですよね。ああ、もうちょい待とうかな。今日はコッコさん PK 調子悪いからここで勝ち、そうやないか。ああそうやね、そうですね。ヌキさん、そうですね、ここで決めたいですね。もういやでもね、ダッチさんもね、言うてもダッチさんですからね。やめてくださいよ。ダッチさん重さですからね、やっぱりね。おちんちんですよ。どういうことですか。でも最近負け越しまくってるんで、はい、前回私負けましたもんね。なんで当たらない。当たらない。あああ、来て来て、選手録抜けられた。うそ、抜ける。ああ、いや助かった、弱いシュート、助かった。ちょっとずれましたね。メッシやったのに。ねえ、ずれましたね。今の決定的やった。おい、今のもったいない。あ、しまった。もっと慎重にボールマンさんと。いやな、あーあーあめー、あめー、焦っちゃった。うまい。何しとんねん。今のパス前、すみません、あ、出た出た。うわあ、なんかコンタクトレンズのせいにそこ。やっぱだいぶ違うもんなんですか、その見えやすさっていうのは。あ、見えやすさっていうか、まあ楽っすよね、はい、あ、重みがないというか。ああ、そっかそっか。でもつけてるとやっぱ疲れはね、あんま来ないかなと思ったんですけども、はい、まあしばしばしますね。ああそうなんですね。あ、いた。いや弱い。ああ、ほんまや、ファイブバックになった。攻めづらいな。痛くない。あ、すいません、ブッツさん。痛くないです。あ、すいません、イッサさん。これはもう処女ですか。こらこらこら。痛くないです。こら、怖くない。ヌキさん、違う違う。違う、ヌキさん。ヌキさんだけ違うアプローチが。あ、どうし
ワクワクカンカンオさん、ワクワクゆっくり入れるカンオさん、ありがとうございます、フォローいただいて。ほらほらほら、イッサさん、あー潰された。あおお、いや、ゆっくり、あかあかか、渋いな、ちょっと渋いな。ああ、ダッチさんが静かな、珍しいですね。いや、それはもうみんなのあんなに勝つが負けるがあれですよね、強化されてんだったらもう勝たなきゃいけないんで、それはもう本気になるっすよね、賭けになると。それはもう出ないか、出たか、出てない、あーラッキー、お腹空きました。こら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 じゃなかった、モグさん我慢しましょう、もう夜ですから。あーこれは間違えました、すみません。ここここここあーあー危ない、危なかった、弱えーパス弱えー今の、うわーあー PK がそれは悔しい、あーこれはきついな、 PK やん、今日なんか PK 多いですね。真ん中、おしおしおし、なんか見てる、え、なんか見てる、どういうことですか、イッサさん、マネか、いや、やばい、よしよしよしマネマネ対決、あー声がしました、声がしました、ああー、なんかね、たまにね、この私あー、なんでしたっけ、いや、うまいなー、いや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 、うまいなー、これね、あーこれきついなこれはきついっすね、うまいラン、よし、ありがとうございますこれはちょっと悔しい、いやー悔しいですか、いい試合でしたね、いやいい試合でしたね、いやでも、もったいない、もったいなかった、いろいろと、まあお互いちょっとなんか決定機外しましたね、ちょっとあともう一歩ってところで、はい、ねえ、やられましたね、これでも行ってみよかったですよね、このこれよく、ちょっと増える、これちょっとよく見ましたよね、これね、ピニのこのスペースに、やっぱりここで私 CB で当たっちゃうんですよね、これだから、それで崩れちゃうんですよね、あそこ我慢センターか、これ何でしたっけ私、ああこんばんに、あ、ゆうまさんこんばんは、あーこれはでも軽かったっすね、
CB、はい、CB はセカプレー入ってたんで、はいはい、ミリタオが行ってしまったところにメッシュが入ったんで、あ、でもこれはたまたまですね。いや悔しい。そうかそうか、5人おるからか。ありがとうございました、ダチさん。いや、ありがとうございました。よし、じゃあ私買ってたんですよね。よし、皆さん結果出しました。誰が一番いけたかな。お、 Y さん、おお、 Y さんすごい、9700獲得。ブントさん1900、山野さん1800。あれダッツさん、あれダッツさん、ダッツさんかけてるやん。ダッツさん400に増えました。イサさんも300。今のさん、今のダッツさん面白いな。団子だ、団子。こんばんは。あ、こんばんは、辻村さん。本当に団子じゃないです。本気でやってました。ね、本気ですよね。本気でやって、で、俺が勝って、はい。が、負け取るやんって。ああ、なるほど。という展開。ってなって、はいはい。それちょっと団子っぽくなって。本気でしたね。いや、でも楽しかった。ポイントめちゃ増えました。ね、あ、よかった、山田さん。ありがとうございました、楽しかったです。ダッチさん、ありがとうございます。場を乱してしまって、いつもありがとうございます、ダッチさん。いや、とんでもないです。またリベンジしますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、失礼します。失礼します。腐ってやがる、これが政治家。いや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 、ルーキーさん。よし、いや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 、面白かったですね。延長 PK でしたけど、まあでも今日はちょっとこんなところ、あ、シルバーになってる。またすっからかんやわ。ケンさん、ケンさん、団子みたいになって草です。いい、ダッツさん、ありがとうございました、楽しかったです。盛り上がりましたね、ちょっとね。いや、面白かった。まあ、今日ちょうどね、ちょっと最後はね、触れまさせてもらって、遅すぎました、すいません、辻村さん。申し訳ない、辻村さん。もう終わるところでした。プレイオフはね、壁を下にしてたんですか、プライムさん。4勝3敗、なんかね、ちょっとね、いまいちパッとしないですけど、明日このね、残り3試合、プレイオフさせてもらって、その後はね、フレマーをね、ちょっといっぱいさせてもらえたらなと思ってるので、多分3試合やったら1時間はかかんないですよね。だからフレマー1時間半ぐらいはちょっと明日はさせてもらおうかなと思ってますので、ぜひ皆さん明日もお越しください。でぜひね、でもし6勝できなかったらもう途中でプレーオフも、スーパーかけタイムがあるわけですね。あ、そうですね、明日もうそのかけタイムしたいと思うので、皆さんちょっとポイントを貯めてもらってね、バイオの準備します。そうですね、でこの後ダッチさんがね、バイオの配信されるみたいなんでね、皆さんもしよかったら言ってあげてください。じゃ皆さん今日はありがとうございました。皆さんのおかげで今日も楽しく、あ、辻村さんよろしくお願いします。楽しく配信できました。またね、明日もちょっと木曜日はどうしようかな、まだ何も考えてないんですけれども、もしかしたら何かするかもしれないです。普通にディビダイ一人で黙々としてるかもしれませんけど、でまた金土日ね、 CF 配信させていただきたいなと思います。あ、皆さん、モクさんありがとうございます、ブッツさんもありがとうございます。本当に皆さんのおかげでね、今日も楽しく配信させていただくことができました。またよろしければ明日も見に来てください。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい、失礼いたします。お疲れ様んこでした。あ、ヌーキさん、こらこら、ヌーキさん。おやすみなさい、ヌーキさん、失礼いたします。お疲れ様でした。ケンさん、ありがとうございます。またフレームも、ケンさんまたフレームもね、してください、ぜひ。では失礼いたします。